お疲れ様です。今日はですね、マークさんが17日目やっていきますというわけですね。現在がトロフィーなんとね5700に到達してます。もうすぐ6000です。はい、僕のベストはね6150なので、まじあと400、あと400ちょい上げればもう自己ベスト更新って言ったところでね、はい、まあ、履歴はこんな感じで、もうカンストが当たり前ではないんですけど、ほぼほぼいるかな。そう、前回5枚カンストなんで、もう本当に油断してると1コロです。ちょっとやばいんでね、はい、気引き締めて集中してやってこう。6000行った時にアリーナ上がらないっていう問題があるんですけど、まあそれ行ってから考えればいいので、一旦はね、はい、上げましょう。勝つことだけ、それだけは求めてね、はい、やっていきます。で、スケレベル上げれるんだけど、マジ金欠なんですよ。お金なさすぎる。しかもこれポーションちょっと使うんで、今上げなくていいっすね。さあ、ポーション使って、これでねタワラベと同じになります。スケ11です。はい、よし。いやー、メガナイトをね、せっかくなら13にしたい。じゃないとフェニックスバレルあたりは強いんで大丈夫なんですけど、ちょっと怖いですね。はい、よし、これでいきます。今日もね、わあ、負けたくね、終わりたくね、この企画。集中。タワレベ11度、初めてかもしんない。最近だとタワレベ12しか当たってなかったんで、その分レベルが高いって可能性もあります。サーチャー12、フェニックスだけで、おお、フリーズ来てももう許容っすね。さあ、これはだいぶおいしいメガナイトで、頼む頼む頼む、ワンパンしてくれ。ジョスケ来る。さあ、呪文チェックのお時間です。さあ、コストもないぞ。ウォールブレイカー追加まで見える。いや、いい、めっちゃ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 いい。入る入る入る。さあ、ザップを使うが、全てがうまくいかないやつだ。沼の時にあるやつ。さあ、でかいジョスケミニペスキャラっすね。でもザップだったらこれめちゃめちゃ有利だ、有利っすね。はい、相手も何もできないんじゃん、これアーチャーに。さあ、勝てそう。タワレベ11か。マジ12しか当たってなかったんですよね。ユニレベもちょっとね、可愛いかもしんない。なんだ、俺のがまだ上っすね。さあ、もうあと守って、勝っていくか。まあ、キョスケ。まあ、キョスケペッカメガナイト。なんかその辺が、結構安定しているイメージあるっすね。さあ、フリーズ来る。さあ、なんかキング起動できる。スケラのレベルが高かったとかか。いや、マジでなんか知らんけどキング起動しました。これもう分からせの、はい。いや、ミニペックちょっと強いな。てかメガナイトの12がね、気持ち弱いっすね。まあでも1分耐えればいいだけなんで、さあ、とりあえず耐えて、まあよし、これであと何勝だ、6000まで残り6勝7勝、いや9勝10勝ぐらいか。わあ、6000いけるかな。すごい不安です。正直もうこの勝ち確の状況が動画的にはね、ハラハラしたいかもしんないです。これくらいしたらもう幸せ天国ですね。負けるのが嫌なんだよ。インキドもしてる。ボムタワー置いとけばいい。はい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 。そのボム、キョスケは間に合わないんだね。さあ、まあまずは一勝。こっからっすね。ほんとに。突然来るんだね、こういう。神相性も引けるし、ゴミ相性も引けますから。集中していきます。さあ、5743、宝箱もしっかりロックしていく。いや、マジもうすぐです。6000いきたい。集中。テンプレ枯渇っすね。名前というかプロフィールがタワレベ12。これさ、結構ありがたいんですよ。相手のそのさ、バナーのバッジ
ほぼ確でそのデッキなんですよね、このトロタイ。今回もバレルギャングプリンあったけど、しっかり枯渇じゃないんですか。もう素直、いい子しかいないですね、このトロタイは。やべ、危ね、危ねっていうか、いた。うわー、でかい。いや、でも、待ってよ。これ、ちょっと危ないのが、タイブレイク負けっすね。削れないかもしんない。相手がウッド持ってて、他のカードにもよるんですけど。ロケ持ってるのだけはやめてほしい。いやー、耐えるかいった。意外とこういう相手がちょっとなんか難かったりするっすね。テスラー、ウッド使え。ダメージが通らない事件。にゃー、でかいけど微妙か。ちょっと待ってよ、全然攻めが通らんやねんか。いや、でかっ、え、でかっ、いや、でかっ、KO します。いやー、これ決まったっすね。矢田目まで持ってきます。ふぅ、まあ、さすがによ。怖い怖い怖い。いや、マジこういうね、施設もあって、でウッドもあるデッキって俺の攻めが通んないんですよね。ガゴの枯渇だ、かわいいな。よーし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 、負けなければいい、負けなければいい、負けなければもう何でもいい、本当に。って感想じゃねえな、まだ感想じゃないのか。そろそろ来ます、やつらが。集中、はい、来た、こんにちは。これ8枚ペックだとガチだわ。あぶね、あぶない、あぶない、あぶない。いや、バルーンちょっと今までそんなやってないんでむずいね。呪文？いやー、うっとー、集中えぐいって。バルーンウッドっすね、ネクロコウモリ。あんまりボムタワー使い、これ踏んでいい気がするんだ。いやー、だいぶ解けますね、ネクロ。メガナイト2。うん？日本語むず。うわ、ゴルナイ来た。え？強い。ゴルナイ耐えます、俺のアーチャー。
わぶっ壊れていけ。さあユニレベの暴力で、まあね、チャンピオンは今みんなゲットしたばっかなんで。うわーでけー。さあゴルナイタイルアーチャー、なんか今まで見たことがないユニットを見ることができるな。前回ユーノの突進俺のアーチャー耐えたんですよ。考えられないじゃないですか、そんな世界戦。いやこれゴルナイめんどいな。スケで受けるか。危ない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 、ビビらすなビビらすなビビらすな。いやマジで一瞬固まった俺がいた。守り方忘れた。よし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 。ランバルね。いやでもちょっとユニレベチャンピオンも12とか11というか低いレベルのチャンピオンはね全然怖くないね。いや怖くないことはないんだけど、アーチャー強すぎんかって話ですよ。あーし57、お58、5パーきました。5パー、なんかあげれねえかないですね。行こう。ちなみにバルーンネクロがカンストだったんですね。なるほどね、まあ、2枚カンスト、他13、他13、12っていうのがちょっと高いよな、まあ、でも矢も12か俺。ああ、そう考えたら、俺、だいぶ強いな。さあ、タルブ11。あれ？フェニックスでよかったかも。なんか位置が。独特。許容していく。ボンバーバルキリーね。アイスイズ。ウルトラ12かわいいな。うわうわ、ちょっとだるいぞ、もういけ。うい、いや、ボム強え。だがしかし、ちょっと受けがだるい。いやロケット押し残るのやばすぎる。いや近畿できたのでかいっすね。ゴブリン20、ん？ゴブリンの13強すぎる。いやなんか思ったほどリードしてないんだな。まあ、ロケを処理できない。それだけは分かりましたね。左サイド行くか。さあ、これは美味しい。なんでこんなダメージ入んねえんだっていうぐらい入らないっすね。ちょっとメガナイトフェニックス組んだらこれグッドゲーム説ないっすか。ちょっと見えてきたな。さあ右サイドの方が入る。いやだからこのバルキリーとかのダメージが良くねえんだ。さあちょっとロケ砲完成されないのか。俺が矢なめも12で最強だと思ってたんですよ。ゴブリンバレル処理できるしガゴムネも処理できる、最強だと思ってたけど、もしかしたらアーチャーでツラー処理できないかもしれないですね。さあかましてく。でかい矢なめを13にするメガナイトをあげるかな次することは。
さあ5833、美味しい割とかとかメガネとあと2枚になる。ゴムも溜まって、さああとちょっとだ、あとちょっとだ、マジでタル11。いやゴブリンバレル多すぎ。いやーカンスト強いな、俺が言うのもあれっすけど。さあネクロ、危ねえ香りがしてる。いや何で守るのが正解だったんだこれは。ネクロバレルカンスト、インフェアノーム。さあ12でやれる。うん、いやなんかアイスピー地味に厄介だな、うまいな。はいはいはい、まずはね、相手の敵を知ることから。ああ、だる。スケルトン部隊、フェニックスだけで共有したら。いやー、だるいな。これでも、ちょっとつつけそう。タワーレベル11だからな、相手も。こんな感じの試合がちょっと増えていくのがちょっと怖いっすね。ダメージが通らない、ただただ呪文の差で負けれるみたいなのが嫌なんで、一回崩しに行かないといけないっすね俺は。うい、気持ちいい。で次のゴブリンバレルはアチャスケで守ります。いやーなんかあまりパッとしない試合展開になってるかも。あれそれやっとくね、お兄ちゃんスケープ間に合うかこれ、すり抜けろ、あっつ。うい、さあ決まったっすね。まあ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 言うて余裕がありますね。言うて余裕がある。5850到達。こう見るとあれっすね。感想、ちらほら出てくるんちゃくるんですけど。だから余裕があるっすね、まだ。前回が危なかったんだよな。今日はなんかすごい平和に、平和に終わらせてくれ、このまま。ネクロカンスト多いて、ずっとネクロだ。やばい、入りすぎ。さあこのカウンターあなたはどう止める。生まれろ、ほい、一発これ終わらせに行く。やらめ使ってコストが、ほい、
やらない？どうなんか使ったっすよね。よしよしさ、ワンパンです。ネクロホグ、簡素か。ちょっと怖いですけどね。ここまで来たらもう逃げるだけっすからね。よしよしよし。いやー、すごい。だいぶ平和な一日になりそうで今日は。ボム置いとってもいいかもね。逆ホグは許容して、こっちサイドホグ出しにくいんでね。ん？あぶね。ん？あぶね、なんか。ああ、ネクロホグ、ガゴムレバレルっすね。気抜いてた、ちょっと。フェニックスの落下強。さあ、なんで、まあ、バレル、やめで打った後の、今みたいにガゴムレ、気ぃつけないと、ってやつかな。さあもうちょっとガゴムレにビビったんでバレル許容していきます。守ります。俺は鉄壁、何があっても守る。じゃあ危ね。さあ多いねこの戦術が。このトロタイはネクロ、まあ、ネクロに対してねメガナイトがやっぱ強いんでちょっと戦いやすいっていうのはあるかもしれない。さあ来た5900リーチ。いや、だいぶ余裕あるな、まだ。この感じ。アリーナ上がるとね、でも急になんか全体的に強くなるんでね。はい、ちょっとこっからさらに気引き締めて、頑張ります。また次回ね、6000いきたいと思います。では、お疲れ様でした。またね。